こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、パンデロ編。この動画では、ブラジルのバイオンというリズムについて解説します。バイオンはブラジルのリズムの中でも、特に人々を踊らせるために発展したものだと言われています。まあ、聞いていただければわかるんですけれども、ものすごい人を鼓舞するリズムで、まあ、今でもクラブミュージックとか EDM で、そのバイオンのエッセンスが取り入れられるぐらいですね、普遍的な、リズムです。またブラジルに限らず他のジャンルの音楽にも結構親和性が高いリズムなので、ぜひこの動画でマスターしてください。では早速バイオン叩いてみます。2拍子のリズムで1,2でああああ、リズムのエッセンスとしては、というベースの強烈なシンコペーションと、ドッドン、ドッドン、ドッチドン、ドッチドン、こう、ジャズのアフタービートとも取れるような、強烈なハイの裏打ちですね。これを組み合わせて、では一緒にやってみましょう。まず、前半部分というのが、1,2,3,4 の1と4がベースで、3がスラップですね。1,2,3,4 で、後半部分は1,2,3,4 の、3がスラップ、これだけです。続けてやると 1,2,3,4,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 
ーン、ボーン、ボーンと結構音が伸びてほしいので、押さえの手はですね、まあ、なるべくオープンにした方が、グルーヴ感が出やすいです。では続きまして、このビートの空いてるところにプラチネラの刻みを入れてみましょう。普通に親指側からやろうとすると、やってみてもらうと分かると思うんですけども、こう親指親指、中指中指みたいな2回連続で叩くところがすごく多くなって、手順がすごく煩雑になってしまいます。なのでこのパターンに関して言えば、中指側からスタートした方がスムーズになるので、そのように叩きます。では中指側からゆっくりとやってみます。せーの。こうしますと中指親指中指親指と手順がずっとキープできるので、楽に演奏することができます。では少しテンポを上げて叩いてみましょう。ドッチドンチドッチドチワトゥーレアンアンアン。ポイントとしてはやっぱりベース音で、こうドン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 というですね、太くて安定したベース音を鳴らすために、やっぱりこっちの手はちょっとオープンめにして、毎回一定のベースが鳴るように気をつけて練習してみてください。はい、この倍音さらにデフォルメしまして、一発目のスラップをなくしてしまって
まあ、これだけで演奏することもあります。ちなみにこのパッ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 っていうシンコペーションはもう世界中の民族音楽にあるリズムで、もう迷ったらですね、もうこれをやっとけば大丈夫っていう説もあります。このデフォルメしたパターンの方が汎用性が高くて、このベースベーススラップベースベーススラップっていうのを守って、あとはですねその間は好きな手順でいろいろと叩いてみてください。全部埋めてもいいですし、ちょっと間引いて、あと間をものすごく細かく埋めてしまって、みたいにいろいろとバリエーションを作ることができます。もちろん実際の楽曲の中でも他のブラジルのリズムと合わせて使うことができます。例えば今までやったバトカーダのリズムからバイオンにリズムチェンジしたり、さらにですね、ファルチートアウトにリズムチェンジしたりと、することができます。はい、というわけで今回はバイオンのリズム解説しました。冒頭でも言いました通り、このバイオン他のジャンルの音楽にも結構親和性が高いので、いろんなジャンルの音楽をですねぜひかけながら一緒にバイオンを叩いてみてください。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。